石峰正大は、沖縄県平良市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。現在は、千葉ロッテマリーンズ一軍総類コーチ兼、打撃コーチ補佐兼外野守備コーチ補佐。小学一年時に、スポーツ少年団に入り、野球を始める。野球の練習がない時は海に飛び込んで魚を捕まえていた、野生児気質だった。二年の時に宮古島キャンプに来ていた。 オリックスブルーウェーブの野球教室に参加し、そこで一郎からサインをもらったことでプロ野球選手になりたいという思いが強くなる。3年からは高校で陸上部の顧問をしていた父親に陸上選手としての指導を受け代表選手として出場した宮古地区大会では新記録で優勝。中学時代は軟式野球部で主に投手を務め、 内野手と外野手も経験する。陸上では2年時に県大会の200メートルで優勝した。2010年、世界大学野球選手権大会神宮にて、高校進学にあたって陸上選手として複数校から勧誘されたが、野球選手の道を進むため、沖縄小学校に推薦入学する。1学年先輩に、ひやこん渡る、2学年後輩に、 東浜巨がいた。一年次4月のオープン戦で本塁打を放ち打撃に目覚めたことで外野手に専念。夏にレギュラーとなったが秋にはその座を奪われ、翌春の選抜と夏の甲子園では代打として一打席ずつの出場に終わる。秋は九州大会で敗退。三年次の夏も県大会準決勝で敗退し甲子園出場はならなかった。 大学は、東海大学に進学。高校3年時の春に左肩を脱臼し、その後も繰り返していたため、進学前に手術を受けた。入学後の3ヶ月は、リハビリに努める。同時にウェイトトレーニングなどをこなしていたことで、復帰後の練習にも遅れることなく、2年春から、レギュラーに定着し夏には、第24回ハーレムベースボールウィーク、日本代表に選出される。 これがプロへ進むための評価を自覚するきっかけとなり、また、人生の大きな分岐点になったという。秋に、首都リーグベスト9に輝き、同賞を通算4回獲得。大学野球日本代表で3年秋から、東海大では4年から首相を務める。4年時の全日本大学野球選手権大会では15。 打数9安打、世界大学野球選手権大会でも24打数11、安打の成績を残したことで、プロのスカウトからは、足はプロでもトップクラス、大学では、ナンバーワンの野手との評価を受ける。首都大学リーグ通算63試合出場、243打数79安打、打率、325、2本塁打、40打点。 2010年10月28日のプロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズとオリックスバファローズの2球団が1位指名し、抽選の結果ロッテが交渉権を獲得。契約金1億円、年俸1500万円で契約した。背番号は、この年限りで引退した、堀光一が20年間着用していた、後に決まった。2011年、開幕1軍入りし、 4月14日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦にて初出場。8回には初打席に立ち、プロ初安打となる三塁打を放った。5月頃には左翼手、または右翼手としてスタメンに定着するようになり、6月7月には月間打率が3割を超えるなど好調な打撃を披露した。8月半ばに、 返答園によって一時離脱して、以降調子を落としたが、最終的にはその年の新人としては唯一、規定打席に到達した。また、新人としては2001年の赤星のりひろ以来10年ぶり、パリーグ及び、球団の新人としては1997年の小坂誠以来14年ぶりとなる30投類も、達成した。2012年は、 オープン戦で一番打者として固定されるなど期待されたものの調子が上がらず開幕スタメンから外れその後は二軍に降格するなど二年目のジンクスを味わうシーズンとなったしかし二軍では最高出塁率と投塁王を獲得した2013年は開幕を一軍で迎え4月16日の北海道日本ハムファイターズ戦で二年ぶりの本塁打を放つ シーズン序盤は、主に左投手が先発の時に、スタメンで出場するも、小木の隆志の復帰後は、守備固めでの出場が増える。2014年は、89試合に出場したが、打率。220と不調に終わった。2015年は、34試合の出場に終わった。2016年は、 右太ももを痛めた影響で3試合の出場に止まり、ヒットを打つことができなかった。12月8日に、背番号を38に変更することが発表された。2018年は7月10日に一軍に最昇格。はじめは、ダイソーや代ダ打ダでの出場だったが、20日のオリックスバファローズ戦で7番、中堅手で出場し、シーズン初の猛打賞を記録。 さらに22日のオリックス戦、24日の福岡ソフトバンクホークス戦で2試合連続マルチアンダを記録。18試合の1軍出場ながら打率。283を記録した。2019年は、プロ入り後初めて1軍の試合に出場できないまま、シーズンを終え、2軍成績も82試合に出場して打率。192、1打点。 五盗類という結果に終わった。10月3日、球団から来期の契約を結ばないことが通告され、トライアウトを受けずに、現役引退を示唆するコメントを残した。戦力外通告を受けるまでの数年は、怪我に悩まされていたという。一方で、翌10月4日に、千葉ロッテからコーチ就任要請があったほか、他球団から選手としてのオファーがあったことが明かされた。 10月13日、2020年より、一軍のコーチに就任することが発表された。11月17日には、ファン感謝デーにおいて、引退式が行われた。2020年シーズンから、一軍総類コーチ兼打撃コーチ補佐兼、外野守備コーチ補佐を務める。背番号は81。50メートル5.7秒、右打者ながら一塁到達4.09秒を、 記録する瞬足を生かした、広い守備範囲が持ち味で、守備走塁に重点を置いているという。打撃では強く柔らかいリストを生かし、広角に鋭い打球を放つ。首相を務めた、世界大学野球でリーダーシップを発揮し、代表チームは、周囲から、石峰ジャパンとも呼ばれた。準決勝で、アメリカに敗れた後榎本も保監督は、 会見に一人で出席しようとしたが、自分も行くべきだと考えた、石峰も同席して、記者の質問に答えている。石峰について、大会の代表メンバーだった、斉藤勇希は、優しくて面白いが、野球に対する姿勢は、とても真面目。気配りができる人物。大石達也は、口ではなく、プレーで引っ張るタイプ。信頼できる選手だったと評している。 これまで対戦した中で一番すごいと思った投手には、前田健太を挙げている。東洋大学の高橋昭夫監督から、マイケル・ジャクソンに似ているため、マイケルと命名され、そのニックネームで呼ばれることを希望した。2歳下の弟、大地も、正代と同じく、沖縄小学校から、東海大に進み、大学卒業後は千曲がり川公式野球クラブに、加入、正代と同じ、 セバン号号をつけている。プロ野球人生の一番の思い出として、本拠地でプロ初本塁打を放った2011年6月12日の試合後、完成したばかりの自身の応援歌を、大勢のファンと共に初めて聴いたことを挙げている。石峰は、この応援歌を非常に気に入っており、引退セレモニーではファンに感謝を伝えている。ありがとうございます。